8月25日、水曜日の山陽新聞ニュースです。岡山県は25日、新型コロナウイルス緊急事態宣言の対象地域に岡山県が追加されたことを受け、県内の全域で酒類やカラオケを提供する飲食店に休業を要請する方針を明らかにしました。同様に、県内全域の集客、イベント関連施設に午後8時までの 営業時間短縮を求めます。期間は27日から9月12日までです。岡山市北区の流泉寺で詐欺草が見頃を迎えています。詐欺が羽ばたく姿に似た純白の花が風に揺れて優美な風情を醸しています。詐欺草は境内の湿地で咲いていて保全に取り組む地元住民グループ流泉寺の自然を守る会によりますと 今年は7月下旬に花を開き始め、今が盛りを迎えていて、8月末頃まで楽しめそうということです。江戸中期に京都で活躍した絵師伊藤若冲の絵を西陣織で表現した作品の展示会が県天神山文化プラザで開かれています。深紅の朝日と庭の鳳凰を描いた極実鳳凰図をはじめ、タコやブリといった 魚介類が海を泳ぐ、群魚図、タコといった弱中の作品をモチーフにした掛け軸などおよそ60点を展示しています。会期は29日までです。続いて天気予報です。8月26日、岡山県南部は晴れ、時々、曇り、ところにより昼過ぎから夕方、雨。 雷を伴うでしょう。最低気温は25度、最高気温は34度でしょう。岡山県北部は、曇り、時々、晴れ、ところにより、昼過ぎ、から、夕方、雨、で、雷を伴うでしょう。最低気温は23度、最高気温は33度でしょう。降水確率は、岡山県南部、午前0%、午後30%。 岡山県北部、午前10%、午後30%でしょう。ニュースの詳細は、山陽新聞、もしくは、サンデジをご覧ください。